ジョセフルブリはフランスのパイロットである。デュドネコストと南大西洋の初の無着陸横断飛行を達成したほか、多くの長距離飛行の記録を残した。パリ東京間の飛行の途中で事故死した。モルビアン県のバーデンで生まれた。1927年10月15日、ナンジェセール・エコリゴの広報士として、パイロットのデュドネコストと共に、 南大西洋の初の無着陸横断飛行に成功した。1931年にマルセル・ドレがパイロットを務める長距離記録機ドボアチ・イヌ・ディ33の広報誌となり周回コースの長距離飛行記録を樹立した。1931年6月初めて1万キロメートルを超える飛行を行った乗組員の一人である。1931年7月。 パリから東京までの飛行に挑戦するが、バイカルコ手前でエンジントラブルで不時着した。9月に再び挑戦したパリ東京間飛行の途中ウラル山中で機体は墜落し、パイロットのドレはパラシュートで脱出できたが、ルブリと機関士のメスマンは死亡した。ドボアチ・ ND33 と長距離記録を争ったブレリオ110に名付けられた。ありがとうございます。